ちらは鶏チャーシュー入りの塩ラーメンです。とっても見た目が綺麗です。上にねこの細切りの唐辛子が乗ってておしゃれですね。とってもさっぱり味で美味しいです。こちらは鶏そぼろ入りの西京味噌ラーメンです。西京味噌なんでねちょっと白っぽい色したラーメンです。いただきます。これはあれですね、さっきの塩ラーメンは唐辛子が入ってたんですけど、こっちは何でしょうか、ネギ、ネギかな、ネギ入ってます。揚げてあるネギみたいなの入ってますね。いただきます。西京味噌なんでとっても甘いこうまろやかな味の味噌ラーメンでとっても美味しいです。こちらは鶏南蛮タルタルです。これで180円です。アボカドが結構大きいからいいですね。エビも大きいです、ここね、ちょっとブツブツになってるからどうかなと思ったけど、全然そんな大丈夫でした。まもなくご注文いただきました商品が到着いたします。こちら注文しました北海道アイスとチーズのスフレです。北海道ミルクレープメルバーです。アイスクリームの上にミルクレープが乗ってますね。で、生クリームとフローズンイチゴが添えてあります。これは美味しいですね。これで180円、ね、かなりお得だと思います。こちらのミルクレープメルバですね、これねアイスとミルクレープとここにあるねフローズンイチゴをね一緒に食べるとね美味しいですよ。このねフローズンイチゴがねなんか食感がサクサクしてるんでね、食感のねこう違いもね楽しめて美味しいですね。はい、食べ終わりました。2人でこれだけ食べました。ごちそうさまです。はい、今日はスシローでお寿司を食べてきました。ラーメンが思ったよりものすごい美味しくてびっくりしました。デザートもとても美味しかったです。はい、では以上です。ご視聴ありがとうございました。